皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、ポルラ時代69回なんやけど、だいぶね、いつもと雰囲気が違います。はい。どこが違うのかというと、今回、東京で撮影編集しています。 いうところではなくてまあ、東京にいるのはそうなんやけどね <laughs> まあ今回は実写動画です今はゲーム画面で、ね、しゃべってるんやけど実写動画はこの後出てきますめちゃめちゃ実写動画スマホでね直撮りしてちなみに iPhone ではないんでずーっとね俺 Android ユーザーなんで <laughs> 画質はねちょっとどうかわかんないんやけどここまでね YouTube やってきてしかも顔自体はね約1年前ぐらいに出し続けてるにもかかわらずなぜか実写動画を出さない人間やってんけどねついに普通にね実写 実写動画ですまあこれがね見る側からしたらいいか悪いかちょっとね見る方は分かんないんやけど実写ですってだけではなくて中身はねちゃんといろいろ理由があって普通にねポルラジ的なノリですねまあ撮り始めた理由っていうのは一つは世界大会インビテーショナル自分もアメリカに行く予定なんで、まあ、せっかくやったらね実写撮りたいなぁと思ってますどちらかといえばまあ裏側をね映していけたらなぁとは思ってるんやけどまあ中身は置いといてとりあえずリアルを撮ることをねしておきたかったっていうのともう一つこっちがメインです 今なんとアルバブートキャンプをねしてます <laughs>。まあ世界大会ミリムさんとザゴーさんディオが行くわけやん。それでまあ世界大会直前が初対面。まあ、対面は会ったことはなかったからね。そこまでで実質以外での競技も初めて。 で、まあ、ザゴーさんはね、もう取材で顔出し動画を出してて、興味のある方はね、夜明けチャンネルというところで、もうテレビの映像を作ってる方がね、編集してくれてるから、YouTube クオリティを超えてるレベルのね、動画でおすすめなんやけど、ミリムさんに関しては顔出しもまだね、未経験だと。となると、アメリカどころの話じゃない感じがするよね。ただでさえ観客約1万人、周りに100人の選手、まあ、アメリカの食生活とか気温とか時差とかなどなどなどね、意味わからんくらい環境がもともと違うのに、 かつまあ日本で慣れることをやっておかないとなんかもったいないというか身が持つか試合に集中できるかが不安だよねっていうのもあってまあミリムさんとザゴーさんアキさんポールスでアルバ合宿をしているその場所の紹介的な動画ですねまあ、リズさんとかザゴーさんの方で多分ねすでにドッキリ動画が出てると思うからぜひねまだ見てない方は見てほしいんやけどそこで知ってる方もいるとは思いますそこの裏側的なね動画も撮ってたりしたんやけどまああとはこのチャンネルで最近 KIT カップ っていうねミリムさんとザゴーさんに顔出しとか、まあ、カメラに慣れてもらうとかの練習も兼ねてね壮行会大会をやったんやけどそことかでもねなんとなく知ってる方もいると思うんやけど2人はどんな環境でやってるのかまあ割とねこういうキャンプって珍しいと思うから見てみたい人もいるかなと思って、まあ、動画をね撮ってみたんでまあ俺らもね初めての試みで模索中のキャンプではあるんやけどね見てもらえたらなと思います。 はい、ということで、えー、今回はね、もうここが、えー、ブートキャンプ先、まあ、ブートキャンプとして作られたってわけじゃないんやけど、ブートキャンプに今回して、したというか、まあ、そういう部屋としてね、作り変えた、えー、場所で、ミリムさんとザーゴーさんがね、ここで実際に二人でオフラインで練習してる環境のフィールドですね、を、えー、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ、もう目の前なんやけど。<laughs> 俺のカメラ録画しながら反転ができなかったがちょっと変な切り方になったももこんな感じですねまあちょっと昨日来たばっかりやからものがちょっとねいろいろあるっていうのもあるんやけどこんな感じになってますここがね二席ミリムさんとザゴーさんが座ってで、えー、ずーっとね昨日も練習してましたねザゴーさんと ミリムさんと <laughs>、まあ。ここのモニターとキーボード、マウスはもちろんないけど、とパソコンとかもね、パソコンもめっちゃ光っとるけど。<laughs> あと、あれもね、めちゃめちゃキーボードも光ってるけど、これは、えー、持ってきてもらいました。 ミリムさんとザ・ゴーさんの所有物をこっちに運んできてもらって、まあ、メイン PC じゃなくてサブとかをね持ってきてもらってそこでここで設置してできるようにね机の形とかもちょっとね並べ替えたりして、まあ、世界大会ってね初代ワールドカップ見てるとこんな感じで横並びの机だったんですよねだからまあそれをできるだけ演出するためにもこういうふうに横並びにしてます でで、えー、オフラインでね、えー、これから大会もあるんやけど大会に、えー、出て実際のね感覚やっぱやってて聞いててなんかここがムズいってなったのは隣の声がダイレクトに聞こえるとあとは通話で喋ってるまあディスコードやねんけどディスコードで喋ってる音を 隣の声も拾っちゃうから二重に聞こえるとかね。そういうやっぱオフラインならではの難しさはあるって言ってましたね。で、えー、俺はこの一個隣で、えー、もうバリバリに編集してます。<laughs> コーチングとかもしたいなとは思ってないけど、正直ミリムさん、ザゴーさんレベルになるとですね、あんまりコーチングをする、なんていうのな、俺が口出ししていいものかどうかわからんレベルの上手さやから、<laughs> まあね、やっぱトッププロたちは自分のその考えをやっぱ持ってる方が大きいから、 まあできればコーチングとかもやりたいなと思ってるけどメインは普通に生活支援なだ,だけまあいるだけです <laughs> ははい、まあまあ、まあ、買い出し手伝ったりとかねするんやけど、まあ、ここは俺の編集スペースですね今動画も編集し終わってえ2人はね今ご飯中なんで今がチャンスやなと思って <laughs> 動画撮ってますね、えー、でこんな感じで寝泊まりもねここでこれを、えー、マットかな、えー、あるんで ここでえ寝ててもらってま,すまあこれとかもねニトリで買ったんやけどこれもザゴーさんもミリムさんもねでえついでに俺も <laughs> 俺もねこれがめちゃめちゃ良くてこれニトリさんのやつなんやけどこれもちもちのなんか肌触り超いい枕じゃなくてたぶんていうのえと枕じゃなくてあやばいはいですねはいでまあこんな感じで ミリムさんはね抱き枕ありじゃないと寝れないって,って <laughs> とかねいろいろあるんやけどまあ俺もね抱き枕ありの方が快眠はできるからな家にはありますね、まあ、こんな感じでここでね寝れるようにもして寝泊まりをしながら、えー、世界大会前にね練習してもらってますでまあ回線速度とかもねやっぱり一番選手的には大事ないけどちょっとザーゴんの狩りをか回線速度もねめちゃめちゃ良くて、まあ、俺今は佐賀に住んでるから えー、ちょっと待ってね今は佐賀に住んでて自分の家ではないところにいるからねそこはもっと回線はいいんやけどもともと住んでる実家はマンションタイプっていう回線で100が最大値だよねでそれと比べるとねしかも100が最大値っていうところは大抵5060が平均やと思うから そう考えると10倍オレンジの <laughs> バッケモンだよな762650600まあそんぐらいよね700700 700ぐらいは出るんじゃないかなで2人で横並びでね、まあ、ちょっとラグいっていう時もあるんやけどまあ多分それはねフォトナのサーバー自体がちょっとラグさもあるっていうのもあるからちょっとどっちがっていうのは分かりにくいんやけどまあでも回線は俺的には全然問題なく演習環境としてはね最強やと思いますね で、えー、まあこのねカーテンの外がすごいんだけどちょっとこれ見せていいかどうかちょっとわかんないんでカットするかもしれないです <laughs> まあこの回線力でやでこの回線力でこのカーテンの外どうなってるんかというとラピュタ <laughs> すごいよな 高すぎて、俺高所、高職恐怖症なんやけど、ここにいても恐怖症出ないんですよね。高すぎて、一周回ってな、なんかようわからんみたいな。<laughs> もうね、高い、降りたら怖いっていう、その概念を覆すぐらい高いんで、こういう環境でね、やってます。ちょっとこれはね、聞かないと見せていいのか、住所特定される可能性もなきにしもあらずなんで、見せていいかちょっとわからんけど。はい。まあ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 、こんな感じで。まあもしかしたら、ぼかし入れてるかもね。 まあでもめちゃんこ高い場所ですごいね、いい環境で練習はできてるんじゃないかなと思います。この椅子とかもね、座ーさんがこれ、この椅子組み立てとったのに、<laughs> 選手もね、えー、自分自身でね、環境を作って、で、えー、一緒にね、やってもらってるみたいな感じですね。 はいこんな感じですねまあまあまあ俺はねマジでいい環境でやれてるんじゃないかなとは思ってるんやけどね練習にもなってるみたいやしあとはねザゴさんが寝言を言うらしくて <laughs> それでミリムさんが起きちゃうとかはねあったらしいんやけどまあまあまあいろいろね工夫をしながら今も2人はキャンプ中ですねまあ思ってたよりも2人の慣れが早くて YouTube のドッキリとかはねもう心の余裕を持ててリズ君に仕掛けてたりとかリズさん気づいたことなんかないっすか じゃあ皆さん皆さんどうぞ。あ、どうもですリーザートさん。まあエリートカップ Day1 を俺はね後ろで見てたんやけど、まあ最終マッチビクロイしてアジアもね順位は高かったり。取られた。やっぱ強いよ、うん。ナイス。 まあこんな感じでね、俺も手伝いとかをやっぱりしてたんやけど、まあ合宿感があっていいなぁとは思いましたね。まあ場所とか、まあ、理由とかは置いといて、こういうオフで会うとか、オフで練習する、競技をするって、まあオンラインでできるとはいえ、全然やっぱ感覚が違うし、面白いと思いましたね。まあ俺は小中高部活ばっかり人間で、合宿とかもね、毎年やってたから、なんかなおさらこういうのは、まあ面白いし楽しいし、必要やなぁとも思いましたね。まあこんな感じでやってます。いかがだったでしょうか、まあ 中身はね、楽しんでもらえたら嬉しいんやけど、実写の編集がね、動画の全体的な要素として、編集とかが未経験やったから俺はね、ちょっと難しくて、今回は割とね、ゆったり撮ってみたんやけど、なんか意見とかね、あったら教えてください。このためにね、ちょっと実写系 YouTube、実写系 YouTube って範囲広すぎるけど、いろいろ見漁ってみたいんやけどね、なんか旅行系とか宿泊系っていうのかな、あと愚痴を語る系みたいなね、経歴語る系とか、映像と字幕だけみたいなね、動画も結構あって、 そういうのも割とありなんかなとは思ったんやけどまあ俺すでに声出しまくってるからどうなんやろなみたいな <laughs> 悩んでますね結構取り方はねはいということでまあね最後までご視聴ありがとうございました質問はねまた次回返していくんで何かある方はコメント前回のポルラジもね次回で拾っていく予定なんでごめんねまたいじゃうけどよければ質問も待ってますこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは皆さんまたね